はい、ゴズの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう目の前に、段ボールがあります。はい、いやーこれちょっとね、受け取りが遅れちゃったんですけどね。はい、今日受け取りに行きまして、こちらメガハウスから、はい、POPSA マキシマム、ギアフォーススネークマン、はい、こちらですね。はい、こちらをね、今回は、開封してね、見ていきたいと思います。もうすでにね、段ボールから出してます。はい、ではね、見ましょう。箱をね、はい、じゃん。わお、でっかい。はい、いやーこれまたでかい箱だこと。いやー、いいね、スネークマン。はい、一応ね、箱の外観ですけれども、版権シールがここに貼られておりますと。まあこういう感じでね、まあまだ本体は見ません。はい、で、15周年。はい、このね、箱のこの銀の白押しで書かれてるギアフォーススネークマン、かっこいいねこれね。はい、で、外観ですが、はい、横、はい、後ろ、ということでね、こんな感じですね、箱はね。天面がこう、はい、で、エクセレントモデルリミテッド、はい、限定っていうのね。はい、ではね、早速ね、箱から出して、見てみましょう。はい、開封し終わりました。ではね、早速、見てみましょう。こちら、ザン。いや、すんごい迫力。うわ、めっちゃかっこいい。いや、すっごい出来。いや、すげえなこれ。このね、武装色の覇気、これのこの光沢感、これもいいね。やっぱりね、こういう筋肉の作り込みもすっごいね。でこういうね、色のグラデーションとかね、そういうのもすごい完璧だね。この煙のエフェクトもすっごいグラデーションが上がってて、いやすごい綺麗。いやすっごいな、もう顔もすげえ、ほんとよくできてるよね。似てる、躍動感があるね。あ、これあれだね、片栗線でね、歯が抜けてるところもね、ちゃんと再現されてますね、ここね。うん、後ろね、麦わら帽子の上にハット、後ろのね、この煙のね、なんかこう青なのか紫なのかね、すっごい綺麗なんですよね。うん、
ごい丁寧に作り込まれてる。ほんとこのシリーズは外れないよな。当たり前だで、そこめんね。いやー、これは見事。うわ、かっこいい。これはね、ほんとバウンドマンに続いてのこのスネークマンも、これはすごい出来。重いしね、詰まってる感じ。はい、ではちょっとあのバウンドマンとね、ちょっと並べて比べてみますか。はい、バウンドマンも用意しました、こちら。いや、バウンドマンもすごい出来。やっぱ今見てもね、素晴らしいですね。こう比べるとね、やっぱスネークマンやっぱちっちゃいね。こう並べてみると大きさの違いがよくわかるわ。バウンドマンが異様にでかいんだな。 1.5 倍ぐらい。こう並べるとね、いいですね。圧巻ですわ。いや、すっげえ壮観だね。すげえ、なぜかバウンドマンの腹にスマイル検知してますけどね。いや、すげえ。はい、ということでね、じゃあ最後はね、いつも通り、スネークマン、1回転ね、回転台座に乗せて、お別れしたいと思います。ぜひね、皆さん、チャンネル登録、あとね、いいねボタン、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもね、大体ほとんど必ずお返しさせていただいてます。はい、では今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。